中川祐希、1994年1月20日隊は、日本のサッカー選手。北海道新十津川町出身。ポジションはミッドフィールダー。北海道新十津川町出身。小学4年時に新十津川サッカー少年団に入団し、サッカーを始め、小学5年時に滝川 FC に移った。中学及び高校時代は、コンサドーレ札幌のアカデミーに所属。主に攻撃的 MF を務め、年代別の日本代表にも選出された。中学時代は、美唄に在住し、江別の立命館、慶祥中学校に通学。アカデミーの同期には、幼い木屋、奈良隆樹、高野、拓馬、前高幸、榊翔太らがいた。コンサドーレ札幌のトップチームには昇格できず、2012年2月からドイツにサッカー留学した。2007年11月、ナショナルトレ戦 U-14 に選考され、同月に U-13 日本代表のトレーニングキャンプに招集された。同年12月、JF エリートプログラム U-13 チームのメンバーに選出された。2008年 U-14 日本選抜チームに選出され、同年4月の AFC U-14 フェスティバル中国北京に参加。香港戦で1得点を挙げた。2008年6月、U-14 日本代表のトレーニングキャンプに招集を受け、2008年11月、ナショナルトレ戦 U-16 に選考された。2009年3月、U-15 日本代表候補のトレーニングキャンプに招集された。中川は2009年4月にコンサドーレ札幌 U-15 から昇格し、2011年度のシーズン終了までコンサドーレ札幌 U-18 に所属した。高校1年時の2009年度シーズンは主要大会への出場はなく、主に B チームで活動した。当時の状況について、中川はインタビューで、高校2年生までずっとベンチ外、チームの公式戦もスタンドから見ているだけと述べた。サッカーライターの川端明彦は、より、チームプレーを重んじる高校生年代では高い評価を得られなかったと述べした。2009年は B チームで札幌市民体育大会、高校の部や全道高校ユース U-17 サッカー大会などに出場。3年生が引退した後の第3回号砲2014カップではグループリーグ6試合のうち3試合に決勝トーナメントでは準決勝。決勝ともに出場した。また2009年8月、日韓交流 U-16 ユースサッカー大会2009に、北海道選抜 U-16 のメンバーとして参加、3試合すべてに出場し、1得点を挙げた。2010年も前半は、主要大会への出場がなく、主に B チームでの活動であった。2010年8月、天皇杯の北海道予選を兼ねた第28回時事杯全道サッカー選手権大会で出場機会を獲得し、B チーム主体の構成であったものの、準々決勝から決勝までの3試合に出場した。J ユースカップでは、サイドハーフの位置で、グループリーグ2試合に途中出場した。2010年12月の第4回号砲2014カップでは、グループリーグ6試合すべてに出場し、2得点を記録。決勝トーナメントも準決勝、決勝ともに出場し、チームの優勝に貢献した。また2010年8月、日韓交流 U-16 ユースサッカー大会2012、北海道代表 U-16 のメンバーとして参加。3試合すべてに先発出場し、2得点を挙げた。2010年9月、千葉国体に北海道代表。少年男子のメンバーとして参加、1試合に出場した。2011年、中川はコンサドーレ札幌 U-18 において、主に控え、スタートで後半から途中出場で流れを変えるようなプレーをした。この年に発足した高円宮杯プレミアリーグでは17試合に出場、1得点を挙げた。プレミアリーグでの出場はすべて途中出場であった。プレミアリーグでの得点は2011年5月4日の尚志高校戦であり、後半アディショナルタイムに記録した。後半47分、左サイドで榊翔太からパスを受けた堀米雄斗がゴールライン際の深い位置まで入れ込み、グラウンダーで折り返されたラストパスを中央で滑り込むように足を合わせてゴールを決めた。クラブユース選手権では北海道大会で決勝の1試合にフル出場し、前半36分に1得点を挙げた。また、全国大会において、グループリーグ3試合と、決勝トーナメント準々決勝1試合に出場した。J ユースカップでは、グループリーグ3試合と、決勝トーナメントの2試合には、グループリーグ第3戦のザスパクサツ U-18 戦では、前半26分に、ゴール左からシュートし、1得点を挙げた。コンサドーレ札幌 U-18 は2011年のプレミアリーグイーストで優勝し、東西のプレミアリーグ優勝チームが対戦するチャンピオンシップに出場した。中川はこのチャンピオンシップの試合に後半21分から途中出場した。中川はコンサドーレ札幌 U-18 のシーズン終了後、2012年2月からドイツにサッカー留学。シャルケ04やボルシアドルトムントなど数チームの練習に参加し、ブンデスリーガの6クラブでプロテストを受けた。ドイツ留学に関して中川は留学を考え始めたのは公式戦出場の機会が少なかった高校2年生の冬頃からと、後のインタビューで述べおり、高校3年生の4月頃からエージェント会社の支援を受けて検討を開始した。ボルシアドルトムント U-19 のトライアルに参加した際、中川はドルトムント U-19 メンバーの一員としてスパックスカップ2012に参加し、ドルトムント U-19 の監督は中川に高い評価を与えた。複数のメディアはドルトムント入団の可能性を報じた。2012年8月、FSV フランクフルトのユースチームと契約。2012から13シーズンのにおいて21試合に出場、11得点8アシストを記録し、チーム内の得点王となった。中川は2012年8月25日のカールスルー SC 戦で U-19 ブンデスリーガに初出場。前半20分に自陣コーナーキックから素早いカウンターアタックにより初ゴールを決めた。監督は中川について、非常に良いプレーをしたと称賛した。2013年7月、レギオナルリーガ所属のビクトリア・アシャッフェンブルクとプロ契約を締結。7月4日に自身のブログで契約の報告を行った。中川は2013から14シーズンをビクトリア・アシャッフェンブルクで過ごし、31試合に出場。10得点を記録した。中川は2013年7月13日の戦で、レギオナルリーガに初出場し、後半43分にバイタルエリアの左側で受けたスルーパスをワンタッチで前方へコントロールして抜け出し、角度のない位置から左足で初ゴールを決めた。このシーズン、中川はチーム内での得点王となり、同リーグにおいて得点ランキングトップ10入りする活躍を披露した。2014年6月、ドイツの各メディアは、中川がレギオナルリーガ所属のシャルケ04に移籍すると報じた。中川自身もまた、6月20日にツイッターにて、シャルケ04への加入を公表した。ビクトリア・アシャッフェンブルクは、オフィシャルサイトにて、中川の移籍を報告し、彼のキャリアが次のステップに進むことは、驚くべきことではないと言及した。アシャッフェンブルクのクラブ副社長は、理事会において、我々は勇気を祝福し、シャルケでの星雲を願っている。彼は、この12ヶ月間で何度も、彼の才能を見せてくれた。我々は、まだ、彼が、才能の頂点に到達していないと確信していると、述べた。サッカー情報誌、サッカーキング等は、アシャッフェンブルクでの活躍が認められたことにより移籍と、報じ、サッカーライターの川端明彦は、相応の質を見せていたということと解説した。シャルケ04は6月28日にオフィシャルサイトにて、中川を戦力補強として獲得した旨を発表し、6月29日にはチームのトレーニングに合流したと報じた。シャルケ 04E における中川の最初のテストマッチは7月5日の戦であった。中川はこの試合に先発出場し、前半36分に得点を決めた。2-1という勝利結果を受けて、シャルケ広報は中川を勝利に貢献したと言及し、シャルケでのデビューについておめでとうと称賛した。中川は2014から15シーズンをシャルケ 04E で過ごしたが、主に怪我とリハビリに費やした。リーグ戦3試合に出場、無得点であった。シーズンは8月初頭に開幕した。シャルケ 04E の初戦は敵地で KFC ユルディンゲンデーゴが相手であった。中川はベンチスタートとなったものの出番はなく、チームは1-1で引き分けた。8月9日の第2節はホームでを迎えた。中川はベンチスタートとなったものの後半15分から途中出場し、シャルケ 04E における公式戦デビューを果たした。この時点でスコアはケルンが4点のリードであり、特筆すべきプレーなく、試合はこのまま終了した。中川は8月初頭より上体部に違和感を感じており、8月中旬に MRT 検査を行ったところ、肉離れが判明。中川はリーグ戦出場を一時離脱し、肉離れのリハビリテーションを行うことになった。また肉離れのリハビリ期間を利用して、股関節の恥骨結合炎の手術を並行して行うことも決定した。手術は8月22日に行われ、成功裏で8月24日に退院した。リハビリテーションは順調に経過し、10月にはボールを使用した練習ができるようになった。中川は半シーズンを怪我とリハビリで過ごした。2015年1月になると練習試合に出場できるまでに回復し、1月13日には戦でヘディングから得点を挙げた。2015年3月27日の第27節アウェー戦、中川は前年8月9日の第2節以来、約7ヶ月半ぶりのリーグ戦出場登録メンバーに選出された。中川は控え登録でメンバー入りし、後半45分から途中出場した。中川は終了間際のプレーでに倒されたが、体に問題はなかった。中川はその後、リーグ戦で登録メンバーから外れ続けた。中川のこのシーズンのシャルケ E での最後の出場は2015年5月23日の最終節戦であった。中川はこの試合にフル出場し、ポストに当たるシュートを放った。中川はリーグ戦最終節の終了後、自身のブログにてシャルケ E との契約満了を報告した。シャルケ 04E を退団後、中川はベルリンなどでトライアルに参加した。中川は詐称の期限を延長し、複数のチームを交渉を行ったが、いくつかのチームとは金銭面での合意に至らなかった。2015年9月1日、ドイツの複数のメディアは、中川の BSV シュバルツ=バイスレーデン加入を報道した。レーデンはレギオナルリーガ北部の所属であり、昨シーズンはリーグ11位の成績であった。レーデンは中川の獲得意図について、クラブとしては右サイドの中盤に対する選択肢の強化が必須であったことを説明した。そして日本での世代別代表の経験があり、右ウィングのポジションもできることが決め手になったと述べた。クラブ理事は練習での第一印象について、勇気は危険だと言及した。また中川は9月12日に自身のブログでレーデンとの契約内定を報告した。詐称手配の都合からシーズン序盤はリザーブチームのに加わり公式戦に出場。7部相当の別リュクスリーガハノーファーで9月末まで5試合に出場し6得点を挙げた。途中10月から11月にかけて肘の脱臼で離脱するも11月末から練習に復帰。レギオナルリーガへの出場は登録手続きの不備により逃すが、別リュクスリーガで公式戦復帰し2得点を挙げた。中川のレイデン前半シーズンは、別リュクスリーが6試合出場8得点4アシストの成績となった。2008年に U-14 日本選抜チームに選出された際、地元紙の北海道新聞は中川について、リオネル・メッシ選手のような俊足を生かしたドリブルが持ち味と言及した。また、中学校時代の担任教諭らは、頑張り屋で負けず嫌いと評した。中学時代から明確にドリブルに個性を持った選手で、にゅるりとしたコーチかつ俊敏なプレーを特徴とした。サッカーサイトの激坂は2011年のコンサドーレ、札幌 U-18 時代のプレミアリーグやクラブユース選手権でのプレーについて言及し、技巧派のドリブラー、小柄ながら豊富な運動量、巧みなワンタッチプレーで攻撃を加速と述べた。中川は日本国内で見ても小柄な部類に入る。2013年の FSV フランクフルト U-19 時代は少しかがむと肩が腰のあたりに来るためボールが取りにくいと周囲から認められ、かつ抜群のスピードとクイックネスを特徴としたことから、小さいからこそいい、小さすぎてどう守ったらいいかわからないと高い評価を受けた。2014年のビクトリア・シャッフェンブルク在籍時、北海道新聞は、俊敏性と高い技術があると報じ、サッカー指導者の浜本義孝は、俊敏でボール扱いが抜群にうまいと述べた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。